吉谷さん、なんだ、大学生の時の思い出話ですか。いや、吉谷さんみたいな思い出は私ないですね。絵に描いたようなね、テーマパークやってたんですよ、私の大学4年間は。そのために行きましたからね。まずは、学校の前の、真ん前のね、一番人気のマンションに住みました。家賃はね、5万5千円に、なんかなんやかんやプラス3千円とかで、で、まあ生活費じゃないですか。10万は切ることはなかったですね、生活費に。家賃込みで。まあ電気代とかもかかりますしね。まあ10万切ることはなかった。で、まあ食事代はその他にかかるんですよ、私の場合は。食事代5万ぐらいね、かかってましたね。で、まあ大体ね、毎月20万円前後で暮らしてた感じですね、だから生活費。で、しかも仕送り5万もらうみたいな感じですね。どうしようもないですね。で、私大学に行った目的って、ただ合コンしたかったんですよね。で、合コンも毎週セッティングして、大学の周りの専門学校とか女子大はもう常にリストアップされてるような感じでしたね。で、なんか何もない週はとりあえず何もなかったんですね。週に2回ぐらい合コンがあって、時にはね、まあ2対2、3対3、5対5、こんな感じです。で、ダブルヘッダーもあったりとかしてね、だから二次会ちょっとできなかったりとか。当時よくやったなっていうのが、カラオケはあったんですけども、定番で。でも画面出なくて文字だけなんですよ。それでもね、割とね、なんか二次会、三次会とか行きましたよ。で、三次会はまあ我が家なんですよね。で、我が家の場所知ってもらって、そうすると大体、次の週とかに、もうあとは個別で来るわけですよ。ピンポーンって言うからね。当時は携帯電話ないですから。留守番電話があるぐらいですからね。で、まあ、普通にバッティングとかあって、まあ、悪いやつでしたね、私はね。どっちが帰るとか言って聞いてましたからね。もう、どうしようもないですね。で、車はまあ、ちょっとね、持てなかったんで、移動はもっぱら自転車でしたけども、まあ、タクシーとかね。そんなに不自由なかったかなと思います。大体ね、周りに似たようなところに住んでるんですよ。で、女の子たち自転車で来てたりとかしたんでね、やっぱ自転車で移動した方が楽ですよね。車はちょっと使わなかったけど、でもまあまあうまいこといきましたよね。だからそのね、まあ、バイトも割とこうちょっとこれのいいところ入って、まあ私は当時麻雀屋でバイトしてたんで、深夜なんですよ。で、学校の授業は朝9時の講義っていうのはきちっと出てね、で、午後終わって、授業全部終わって、学食は A ランチ、B ランチ、C ランチ、その他いっぱいあって、メニューが C ランチが一番高いんですよ。なんかメインのおかずが2品あって870円なんですね。毎回それを大体食べてましたね。それでなんかこうお昼もビールとか出るんで、ビールも飲んでね、まあなんかどうしようもないね、暮らしでした。ただ授業はきっちり出て、で、テストも結構しっかり勉強してね、何やってたのか分かんないですけども全ベッドですよね。まあいろいろありましたけどもね、大学の時は。私はその大学の時にお金がなくて苦労したなってことはなくて、夜もね、それ系のちょっとね、ふわふわっとした店行ったりとかね、お酒付きので、まあ、女性付きのところとか行ってですね、本当に大学終わって4時5時ぐらいから俺の時間始まるぜみたいな、大体まあ当時やってたアマチュアバンドの練習を行って、で2時間ぐらいやった後夕食を取りながら、まあミーティングですよね、まあメンバーと。その後麻雀行って、まあ麻雀これ遊びの麻雀でね、で、まあさっきの夜の街に繰り出していってね、当時私が好きだったのはね、中国人パブとかだったんですけどもね、なんかそのすごい初々しいんですよね。今はちょっと違うかもしれないですけど、当時はなんか白いワンピース着た女の子が接客してくれて、すぐにまあ指名してですね、まあ、その子たちとまあ過ごしたみたいな。延長をパッポンとしてね、で12時から、深夜12時から麻雀屋のバイトに入るみたいな感じだったんですかね。翌朝 の8時半ぐらいまでなんですけどね。で、終わったらすぐに講義に行くみたいなね。麻雀屋も学校の前にあったんで、当時で、基本的に麻雀はもう何せ本気で勝ちに行ってたんで、大体勝ってたんですよ。で、結構裕福で、毎月毎月大体20万円を目標に、バイト料と麻雀の価値を合計して20万円ゲットすることをまあ自分に課してたような感じですね。悪くても15万、まあ良くて20万ちょっと超えるぐらいのキャッシュがあって、
それでまあやりくりしたって感じですね。でやっぱりね、その暮らしを失うのがちょっと怖かったような気もしますね。うん。でサラリーマンになると、まあ、手取りはぐっと減るわけじゃないですか。で空いた時間ぐっと減って体力もかなり消耗するんで、サラリーマン暮らしでやっとれんかったですね。まあでもね、その中でもやり込んでトップクラスでね、駆け上がって7年目に会社上場させて辞めたんですけども、なんかそのなんですかね、その時やってることに私はね、全力投球みたいな感じですね。全力投球できないものもありましたけどね、特に野球部とかは全力投球できなかった。だからまあレギュラーになんなかったし、レギュラーになんなくてよかったと思ってましたね。試合とかかたるいんで出たくなかったんですよ。ただ部員でいたかったってだけですかね。どうしようもないですね、もうね。なんか何にも打ち込まなかったような感じですね。その反動もあったのかなと思いますね。やっぱこう40過ぎて自分を誇れるっていうかね、自分の居場所がないかないかなっていうのがあったんで、まあそれがまさに YouTube だったりネットビジネスだったり、なんかお金が私はね認めてくれたみたいなところがありましたね。なんかだからね、私は思うんですよ、何かにしっかりと骨を埋めたらそれなりに見返りはあるなと。骨を埋めればね、だから骨を埋めてないんじゃないかと思うんですよ。そこまでできてないなっていうかね、なんかこういまいち乗り切れてないっていうのか、まあ、ネットビジネスやるにしても、なんかそのセルフバック止まりとかね、ブログ書きましたって言っても、なんか続かなかったりとか、ネタがないとか言ってネタを探すのが仕事でしょうと。で慣れてきたらネタなんて探さなくても思いついて内側から出るようになるんですけども、最初はねやっぱり新聞記者みたいにちょこ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 探していかないといけないし、やることは多いんじゃないですかね。最初その素人としてその世界に入るわけですから。でプロになったらだんだん楽になるんですけども、ただ今こうやってネットビジネス見てると、プロとして稼いでる人はむちゃくちゃやってて、稼げてない素人さんはほとんど何もやってないっていうのが見えますね。でまあちょっと今回の動画をね、まあちょっとまとめるっていうことではないんですけども、プロの定義っていうのをねちょっと考えてみたんですよ。でよく言うのが、1円でも稼いだらお金をいただいたらプロっていう風なね言い方あるんですけども、私はね1円稼いでプロみたいな感じですよね。だからプロと言えるのは、まあ、2つぐらいぼんやりと私思うところがあって、そのプロたるものだけで生計を立てているか、そしてプラス余剰資金を作っているかってこと、そのぐらいのレベルじゃないとプロなんて言えないなと思いますね。そうですね、そのぐらいじゃないとダメかなと思いますね、プロって言うんだったらね。だから1円稼いでプロとか言い出しちゃったら、プロの価値がものすごく落ちると思うんですよ、1円でいいんだったら。だからもうちょっと私はね、まだまだこんなんでプロとか言ったら本気でやってるやつに申し訳ないわぐらいの気持ちでやるべきかなと思いますよね。だから私もその自分 YouTuber って今名乗ってるのは、確かに YouTube を中心として収益上げてるからなんですよ。ただ多くの人の YouTuber っていう概念は広告収入が高いことだと思ってるんですよね。でも YouTube のプロだったら、どういう方法を使ってもいいから YouTube という入り口で毎月100万なり200万なりを稼ぎ切ることだと思いますよね。100万とは言わないけども50万でもいいですよ。それこそね、それだけじゃなかなか暮らしていけないよみたいなヒーヒー言ってる状態はプロというよりもまだ見習いなんじゃないかなというところですね。私はそういうふうに今思ってるんですけどね。いやこれがみんなもそう思ってくれってわけじゃないですよ。私がなんか今ねぼんやり思っただけなんですよ、ということでございますね。まあプロの概念ということにしときましょうか。いらっしゃい。